なんか嫌な天気ね。すげえ曇ってる。今にも雨降ってきそうじゃない？そうだな。折りたたみ傘は持ってるか？それは大丈夫だけど、雨なんかより雷か。なんかさ、今未公開シーンをすげえ撮ってるんだけど、全部懐かしいんだよね。なんでだろう、たまたまなんだろうけど、すげえ懐かしいのばっかり。きたほら、きたきたこれ。あー、雷か。そういや、お前苦手だったな。またあそこで休むか。本当に性格変わるよな。そこまで？とは言っても、動かねえともっと怖いことになるぜ。わかってる、わかってるけど。楽しそうじゃねえかよ、もう。あ、ちょ、苦しい。そんなにきつくしがみつくな。悪かったわね。私だってしがみつきたくてしがみついてるわけじゃ。とにかくこのままじゃ濡れちまうし、よいセット。え、おおー、ちょっと嫌だ、ラック。すげえいいの来た、やべえ。すげえいいじゃん。なに、昔を振り返るのも大事だよね。鍵解放するの大切だな、やっぱり。これ聞いてよ。ちょっと嫌だ、ラック。これこのセリフ、この発音、これはたまらん。動けねえならしょうがねえだろ。恥ずかしがってねえで、傘持ってくれ。うん、重くない？重いに決まって。素直だな、ラク。重くないわよね。別に人間なんだから重くたっていいっつの。それにお前くらい軽々運べなきゃ男じゃねえし。近くなってきてるな。ちとけ、大丈夫か？うん、なんか大丈夫になったみたい。そりゃよかった。じゃあ捕まってろよ。うん、雷もたまには悪くないかも。これいいね、このセリフをいいね。うん、なんでもない。うわー、最高だった。なら、く子供に教えてやれる遊びってなんかないかな。子供に教えてあげれる遊び、ギャルゲーをやることかな。子供に教えてやる遊び。今親戚の子が遊びに来ててさ、テレビゲーム以外でなんかいいアイディアないかなって。テレビゲームダメなの？どうしよう、ベイブレードとか。どうなんだろう、まださ流行ってんのかな。あ、流行ってるか。そうだ、 YouTube で結構ベイブレードの動画見るわ。子供ね、バスケとかサッカーとかじゃダメなの？あんたたち好きじゃない。まあ俺らは好きなんだけどね、ちょっと合わないんだわ。3歳の女の子だからさ。3歳かよ、結構だなこれ。食べ頃って言おうと思ったけど小学生じゃねえしな。3歳の女の子か。あの頃私どんな遊びしてたかな。思い出せない。そうだな、古風だがあやとりとかどうだ。いいんじゃない。ああ、あやとりか、いいね。あれ意外に熱中できるしな。サンキュー、ラク。ああ、ねえ、あやとりって何？おう、ちとげ知らねえのか。ああ、そっか、ちとげは知らねえんだな。なんか紐っぽいのはと、ちょうど裁縫道具の中に毛糸があったわ。あんた裁縫道具なんて持ち歩いてるの？家庭科で必要だから置いてあっただけだっつの。いいから、ほらこの紐持ってみろ。で、俺と同じように指を動かしてみろよ。うん、ここをこうやってくぐらせて、こうして、こう。え、何今の神業。もう一回やってみて。見てみたい、楽絶対うまいもん。だからここをこうやって、ほらここの指をこうやったらいいんだよ。わかんねえよ。そしたらはしごみたいな形になるだろ。あ、ただの輪っかのくせにすごい。他にはないの？わあ、どうしよう。あ、二人は、これにしよう、これ二人泡と泡取り。あ、俺が泡取るわ。
あやとりは一人用だけじゃなくて二人でも遊べるんだ。へえ、どうやるの？私にもできる？余裕余裕。片方が両手で張ったあやとりをもう一人が取っていくんだ。そん時に形が崩れたら負けってルールな。これ取ってみろよ。取ってみろってどうすんのよ。これ意外と難しいよな。糸が交差してるところをつまんで、あ、外から内側に巻き込んで引っ張り上げる。はい、はいはい、わかるわかるわかる。そうそう、な、できるだろ。なんかこういうレトロな遊びもたまにはいいわね。てっきりもやしっぽいとか言われると思ったが、こういうのに食いつくとは意外だな。多分チトギは二人でできることが今幸せなんだろうな。さっきから妙に私に好意的な気がするんだけど、あんたってさ、もしかして私のこと。お嬢、そろそろ帰りますよ。ここで来るんだよな、つぐみが。これね、つぐみの好感度ザクシャインドロップを50にした状態で来てます。なので会話内容が若干変わります。え、この声はつぐみ。お嬢、そろそろ帰りましょう。もう夜も更けましたからね。お、どうしたんですか、そんなにジロジロと。なんでここにつぐみがいるんだよ。なんでとは今更だな。この島に来た時から一緒だっただろ。この島って、だってここって無人島のはずじゃ。無人島？何をおっしゃるのです。ここはビーハイブのプライベートビーチですよ。どういうこと？だって私たちゴムボートで遭難してこの浜に漂着したのよ。それがなんで元いた島に戻ってるの？遭難？漂着？ああ、なるほど。話が見えてきました。お嬢、もしかして自分たちが遭難していると勘違いなさっていたのでは？勘違い？どういうことだよ。いいか、一条楽。さっきも言った通り、ここは最初に私たちが降りた島の裏手側の浜辺なんだ。裏手側？そうだ。ここからジャングルを30分も突っ切ればすぐに表側に出る。きっとお嬢と貴様はボートに乗って島の周りを半周しているうちに別の島に漂着したと考えてしまったのだろう。じゃあ私たちってもしかして最初から遭難なんかしてなかったってことか？そういうことになるんだろうな。大体この私がずっとお嬢を見守っていたんだ。遭難など危険な目に遭うわけがあるまい。はあ、なんだよもう、本気で遭難したかと思っちまったじゃねえかよ。はあ、私も気が抜けてどっと疲れが出たわ。大体つぐみもつぐみよ、なんでずっと声かけてくれなかったの？お、来た。それはこっからこっからこっから。恋人同士仲睦まじく愛を語り合っている間に私なんかが割って入るわけにはいかないじゃありませんか。愛を語り合ってるってあのサバイバルがつぐみにはそんな風に見えたわけ？そう、途中から乗してるから説明しておくね。無人島についてで、キノコとかなんかやらを取って生活しようとしてたんですよ。でまあお互いにね、いろいろと思いを打ち明けていたら、つぐみが来て、お前ら何やってんだとね、なって今に至るわけよ。で、それを愛を語り合ってると、つぐみはね、受け取っていると。違うのですか？つい今しがたも星空を見上げながら二人でイチャイチャされていたではありませんか。私ごときが介入する余地など微塵もありませんでしたよ。つぐみ？ともかくそろそろ戻りましょう。ボスやクロード様が心配いたしますから。やれやれ、蓋を開けてみりゃ飛んだ鳥越しグローだったわけか。なんかあれだね、つぐみの弱い部分っていうか、ちょっと嫉妬心が見えたっていうことなのかな。多分もう飛ばせるよねこれ。あ、だよね。はい、じゃあ次。ラク様、おい、びっくり。授業でわからないことがあったので教えてください。何の授業だ、俺は保健体育しかわかんねえぞ。どうして教えを請うのに抱きつく必要があるんだよ。それはもうサービスだよね。この姿勢が一番集中できるからです。どんな姿勢だよ。嘘つけ。
またやってるよ。あなたも毎度毎度よくやるわね。小先も見習って一度くらい抱きついてみたら。うわー、やってほしい。どうなんのかな。な、何言ってるの。小野寺が何だって。聞こえないふり。それより橘さんっていつも一条くんのことばかり話すけど、前の学校でもそうだったの。前の学校ですか。すり替えたわね。うん、すり替えたね。すり替えたね。もう二人とも静かにして。あー、でも俺も興味あるな。マリカちゃんって超可愛いしさ、前の学校でもモテてたんじゃないの。そうですね、以前の学校は女子校でしたけど、周辺校の男子にはしょっちゅう声をかけられていましたわね。まあナンパもされるわな、そりゃこんな目立つもん。だってきオレンジパツでオレンジパツ、ヘドが出そうでしたけど。思いっきり吐いたな今。そういうことを笑顔で言うな。でもとある日から突然誰もちょっかいをかけなくなりましたわ。まさか警備が強化されたか。とある日から。それって何か怖い話。いえ、ごく普通の話ですわ。何何何。たった一日、父が通学に付き添っただけですもの。これはえぐい。そりゃあみんなビビるわ。え、それだけ。いや、ビビるんだよそれが。ええ、それだけ。あの親父さんか。え、あの見た目にあの体格だもんな。しかも傷ついてるからな、絶対ビビるぞこれは。どんだけヤンキーなやつでももうそりゃ縮れ毛になるわ、どこでも。どういうこと。なんかわかる気がするぜ。いや、わかるわかるわかる。多分下手に立花に近づいたら留置場とか連れてかれんじゃねえかな。さすがにそこまではしませんよ。取り調べはしますけど。すんのかよ。でも楽様は安心してくださっていいですよ。なんたって私と楽様の間柄は父公認ですから。俺は公認したつもりないんだけど。それも時間の問題ですわ。立花さんは相変わらずだね。あ、終わりか。それで昨日のテレビで、あ、それ私も見た。面白かったよね。なに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 、イッテ Q。 お、どうしたつぐみ。ぼーっと突ったってどうしたんだ。なんだ、一条楽か。俺で悪かったな。それで何してんだよ。いや、ただお嬢を見ていただけだ。ちとげを。この学校ではお嬢にもたくさんの友人がいるんだな。あ、アメリカではなかなか友達ができないとおっしゃっていたから私も嬉しい。これもさ、なんかあのノートに必死こいて書いてるシーンとか思い出すよね。いやー、頑張ってたんよ、頑張ってたんよ。まあ、あいつも最初は苦労したみてえだけどな。そう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 、友達ノート作ったり。それだよそれ。お嬢は日本に来てから前以上に楽しそうにしている。ああして友人たちと普通に笑い合うのが夢だったようだからな。なんだか随分と人事だな。お前だって千棘の友達だろうが。私が？お嬢の？バカな、私はただの護衛だ。確かに昔から仲良くさせていただいてはいるが、友達とかそういう関係とは少し違う。つぐみ、どうしようかな。それでいいのか。いや違うな。あ、こっちだね。つぐみはお前のこと友達と思ってる、こっちだな。ちとげはお前のことを友達だって言うと思うけどな。分かったような口を聞くじゃないか。この半年くらい付き合ってりゃそれくらいのこと見えてくるだろう。一条楽のくせに偉そうなことを。そんな寂しそうに聞いてるくらいならお前もあそこに混ざってこいよ。あ、私が？あのワニか？他の奴らとも親しくなれるだろうし、いい機会じゃねえか。ちとげのことが大切なのもわかるけどさ、お前はお前でちゃんと学校生活を楽しめよ。めっちゃいいこと言うじゃん、楽。めっちゃいいこと言うじゃん。私が学校生活を。なんかね、つぐみを一人の人としてちゃんと見ているというか、つぐみ自体がそういう見方をしてないもんね今ね。いや、
やはり遠慮しておく。え？私はお嬢と違ってあくまで護衛の任務で来ているだけだ。ほらほらほら、そうだよ。またいつ別の任務でアメリカに戻るかもわからない身、下手に友人を作ってもきっと別れが辛くなるだけだからな。あ、そういう見方か。つぐみ、まあなんかそれはそれでわかる気もするけど、一応私を気遣ってくれたことには感謝してやる。だがこの話は忘れろ。私はこのままでいいのだから。なんかちょっと切ないね。そうは見えないけどな。見えないね。なんかまあ別れは辛いよな。別れは辛い、それが嫌なんだろうな。でね、昨日見つけたお店なんだけど。あ、これあれだね、ちょっと前にあったやつの続きだ。つぐみのやつ、また会話に入らねえで。しょうがねえな。わあ、どうしよう、押すか。押そう。おせっかいかもしんねえけど。ほれ、無理しねえで行ってこいよ。あ、私は別に無理なんか。前にも言っただろ、下手に信仰を深めれば辛くなるだけだと。別れが辛くなるとか、そんなのお前だけじゃないだろうが。え、俺たちだって2年後には卒業するし、もう会わなくなるやつだってきっといる。だけどそんなことにビビって話もしないなんてもったいねえだろ。もっと気楽に友達作れよ。だが、それに千棘と共通の思い出はたくさんあった方が楽しいだろ。あ、そうか、確かにそれは一理あるな。分かったらもじもじしてないで混ざってこいって。おい千棘。こら、何呼んだ。つぐみもお前らの話に興味あるってよ。あ、そうなの。だったらダーリンなんかと話してないでこっちに来ればいいのに。なんかとはなんだ、なんかとは。おいでよつぐみ、一緒に話そう。わかりました。それではお言葉に甘えて。貴様、後で覚えてろよ。なんで怒ってんだよ。そんな怖い顔すんなよ。そりゃ俺もおせっかいだとは思うけどさ。まったくだ、貴様はいつもいつも余計なことを。小言は後で聞くから早く行けって。ああ一条楽。ん、そのありがとう。え、今なんて。楽聞こえてんだろ今の。うるさい、わざわざ聞き返すなバカ者が。じゃあな。あいつが素直に礼ね。珍しいこともあるもんだ。わあ、ラック、これ聞こえてたのに聞こえないふりか。こういうとここはね、ラック強いわ。なんつうんだろう、まあ、恥ずかしいのに言ってくれたけど聞こえないふりをあえてするっていうね。これであいつもクラスメートともっと打ち解けるといいな。いいねそれ。お前優しすぎんだろラク。